本日はポルテの CD の音質チェックというわけでね、皆様に聞いてもらいたいなと思いまっちょ。 CD を買われる前にどのくらいの音質のものか気になる方もたくさんいらっしゃると思います。というわけで少し僕の演奏を公開していきたいなと思いまっちょ。こいつです。それでは早速このオーディオセットを使って聴いていきたいなと思いまっちょ。このオーディオセットはね、少し古いんですが、なんかその最上級にいいものとかではないんですけども、まあ、だいぶ昔のものです。まあ、ですが聴いていきたいなと思いまっちょ。このスピーカーから出てくる音をこの手話のマイクで拾い、それを公開していきます。ですので、まあ少し音質悪くなってるかもしれないけど、音質チェックの動画ですが、まあこれがベストかなということでやっていきましょう。それでは用意スタート。というわけでね、こんな感じの音質となっております。まあ音質としてはね、かなりねこだわってるので、まあスーパーいいものかと思いまっちょ。というわけで、よかったら僕のね CD ぜひチェックしてもらえたらなと思いまっちょ。なぜサイン付き名前入り CD を今回販売することとなったかと言いますと、3月7日はもともとね全国ツアーの大阪公演でした。で、700人の方がもう待ち望んでくれてたんですけども、今回ねコロナの影響により、延期することとなりました。で、まあ今回ね、延期することとなって、まあ今までねあまり時間がなく、サイン会とか演奏会などやってもやっぱ名前まで書いたりとかする時間がなかったので、今回いい機会だと思い、名前入りサイン CD を3月8日23時59分まで販売期間とさせていただくこととなりました。ですのでよければチェックしてみてください。サインとここに名前がつきます。で、備考欄に、名前を書いていただけたら、まあ、なんとかえとか、なんとかさんえとか、まあ、なんとかくんえ、なんとかちゃんえとか、名前に書いてある通りに書かせていただきたいなと思いまっちょ。というわけで、皆様、よかったらぜひチェックしてみてください。そして、今後のね、まあ、演奏会、ぜひ楽しみにしてもらえたらなと思いまっちょ。この曲にはね、たくさんの曲が詰まってるので、まあ、それはいいでしょう。というわけでこんな音質でした。それではバイ。見てくれてありがとうね、よければグッドも押してて、なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、細マッチョ、マッチョマッスルマッスルボーイ、マッチョ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 。